ビビ国宝級イケメンランキングセカンドステージとして大人気ダンスボーカルグループのファンタスティックスから八木雄星さんをゲストにお迎えします。はじめまして、八木雄星です。楽しんでますか？ありがとうございます。ありがとうございます。やっぱり来た瞬間からのオーラと、いやすごかったですよね、皆さん。だいぶ緊張してるんですけど。本当ですか？緊張してますよ、はい、かっこいいですね。ビビさん40周年ですよね。おめでとうございます。おめでとうございます。では皆さん、ちょっとね、やっぱり聞きたいと思いますんで、はい、雄星さん、ちょっとご来場の皆さんにまず一言いただいてもいいですか？はい。こんなにもたくさんの方がこの会場に集まってる、すごく熱狂を感じてます。皆さんすごいです。愛してます。ありがとうございます。本当に恥ずかしそうですね。恥ずかしいです。普段こういうのとかって、そのなんか愛してますとかは言ったりとか？愛してますんですけど、はい、やっぱりそのもともと僕たちファンタスティックスのファンの方たちって分かってきてるから、はい、自信満々に言うんですけど、はい、やっぱちょっとそうじゃない方もいらっしゃるので。そうなんです、はい、いやもう皆さんね、自信持って言ってほしいですよね。言ってって。大好き。すごいノリがいい方でよかった。本当に大丈夫ですか？すみません。ありがとうございます。ありがとうございます。でこちらですね、ビビ国宝級イケメンランキングについては、まあ、先ほどもご説明させてもらったんですけども、前回の2023年上半期で見事2位を獲得されたんですよね。ありがとうございます。相当ありがたいことに。びっくりでした。いやびっくり。でも妥当ですよね。いやいやいや、絶対に。やっぱ応援してくださる方のそのなんだろう、エネルギーとかそのありがたみを改めて感じますよね。そうですよね、うん、本当に。でもドラマや映画など話題作に立て続けに出演されて、はい、でビビの表紙でも2パターン飾っていただいたんですか？あ、そうですそうですそうです。見ました？もう皆さん、ありがとう。ありがとう。私思ってたよりお茶目な一面も持ってはるんですね。普段こんな感じなんです。あ、そうなんですね。ちなみにそのやっぱり皆さんグループで活動されてると思うんですけど、はい、八木さんから見てちょっとイケメンだなと思うメンバーの方とかっていらっしゃるんですか？僕ですかね。あら、嘘です、嘘です。嘘嘘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 嘘です。なんか、はい、年下のメンバーではあるんですけど、はい、木村ケイトっていう子がいて、ケイちゃんはすごくなんかビジュアルが整ってるなって思いますね。ファンの皆さん、ケイちゃんはやっぱかっこいいですか？わかりますね。わかる。やっぱみんな一致するイケメンなんですね。そう、結構かっこいいですよ。めっちゃ、はい、皆さんもやっぱかっこいいって言うぐらいちょっと熱狂的なんですけど、こっからもっと八木さんのね、イケメン度見たいですよね、皆さん。任してください。でこっから八木さんのイケメンぶりをドアップでちょっと見てもらいたいので、ビビ編集部のスタッフさんに近くで撮影してもらいたいと思いますので、ちょっと準備の方お願いします。よろしくお願いします。履歴正しい一面まで。でこちらね、この後八木さんには胸キュンアピールチャレンジで、もうみんな私見てから見てね、見て見てみんな。でこんな八木雄星が見てみたい、こんなことを言われたいといったシチュエーション等のアンケートをね、今回ちょっと取ってるみたいなんです、はい、でその中からいくつかをちょっと再現してもらいたいと思っておりまして、でも八木さん、胸キュンアピールの前にちょっと聞きたいんですけど、はい、その2位にランクインした時のお気持ちってどうやったんですか？なんかシンプルです。なんかランクインされてる方々が、はい、やっぱりこう今ご活躍されてる方たちばかりで、そこになんか2位で入らせてもらえて、もうすごくなんか不思議な気持ちでしたね。あ、不思議な気持ち、不思議な気持ち。上に目黒蓮って書いてあるの不思議じゃないですか？確かに不思議ですよね。あ、そうなんですね、はい、でも明日から投票もね、また始まりますんで。あ、そうか。今度はもう1位を。あ、いい子出たよ。次は1位。お願いします皆さん。皆さんのね、お力をお願いいたします。ありがとうございます。じゃあ早速ですね、ちょっと待っていますよね、皆さん。胸キュンの方なんですけど、意気込みをまずちょっと、明日からイケメンランキング始まるぞっていうので、ちょっと皆様にちょっとハンディの方でアピールを
八木さんの自分の魅力とか自己 PR のアピールをちょっとカメラでお願いしてもいいでしょうか。はい、明日から投票が始まるということで、まずはここには1500人ぐらい入るんですよね。ここにいる1500人をキュンキュンさせたいと思います。はい、頑張りますいやもうこれはもうみんな入れましょう、もう、はい、絶対もう最高。あ、入れる、もうみんな声出していいからね、興奮したらどんどん声出していこう。ありがとうございます。じゃあもう早速いきましょう。八木さんのちょっと胸キュンアピールチャレンジでございます。でビビ読者とファンの皆様から募集したテーマアンケートこちらの袋に入ってますので、はい、八木さんご自身に引いていただいて内容を決めます。お題は2つ、まず1つ目から。はい、あ、結構入ってるな。そうです、いろいろもうみんな私送ったら当たれっていう気持ちで願ってください。これで、はい、じゃあお題は何でしょうおお、じゃあいきます。はい、お、顎をクイッとしながら俺のことしか見なかった。きたー、これをちょっと本気のね、皆さん見たいですよね。ありがとうございます。お、じゃあ八木さんカメラに向かってお願いします。俺のことしか見んなよ。そこまで。え、何今の。最高ですやん。大丈夫ですか。いやいや、もう 100万点あげたい。今のは。皆さん良かったですよね。俺しか見えない。俺しか見えない。俺しか見えなくていいよ。ありがとうございます。まだ見たいですよね、皆さん。じゃあ八木さん、すいませんがもう一個お願いしてよろしいでしょうか。はい、あと一つ。これでみんなラストやからね。何が出るかな。何が出んねやろ。これだ。何だ。いきます。まだ一緒にいたいためって言いながら手を引っ張って。きたー。もうお題送った皆さんも天才ですね、やっぱり分かってますね。でちょっとあの胸キュン行く前に私こっち行きますね。あのさっきから後ろに映ってて気散るんでじゃあ八木さんに、皆さん見てください。では八木さんお願いします。まだ一緒にいたい。ダメ。ちょ待って。ここからね、くんのよ声が。いいよーって。いいよ。いいよーってくんのよ。ありがとうございます。いやもう素晴らしい。ありがとうございました。ありがとうございます。みんないいね、いいよーっていうね、すごい。ありがとう。まあ、めちゃくちゃ緊張したんですけど、はい、こんな温かい方たちがその、ね、迎えてくださって、はい、なんか嬉しかったです。ありがとうございます。素晴らしかったです、本当に。ありがとう。普段、あ、みんな、え、普段暇や。すごいっす。ということで、八木雄星さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。八木さん、最後に皆さんに一言お願いします。はい、皆さんまだ続くので楽しんでいてください。ありがとうございます。ありがとうございます。